走ってみてになります。さあまず初日の戦い方どうなりますか。自力自在に頑張ります。対戦相手どうでしょうか。そうですね、まあ、あまり意識せず自分のレースしたいと思います。今回は特選スタートですけれどもどうですか。そうですね、まあ、ラッキーに乗れてるんで、はい、ちょっと、まあ、このチャンスを生かしたいですね。初日の戦い方どうなりますか。吉本君の後ろを固めていきます。吉本選手にどんなレース期待されますか。まあ、いつものレースをしてもらえばいいと思います。はい、前走は川崎の記念でしたが手応えはどう感じてますか。そうですね、はい、着は良かったんですけどもうちょっと感覚が良くなるといいと思ってます。初日の戦い方を教えてください。同県の朝倉君がいるので、はい、任せて番手で頑張りたいと思います。朝倉選手どう見てますか。そうですね、連携もあるし頑張る選手なので、はい、しっかり信頼してついていけると思います。近況の調子どうですか。まあまあ自分なりには頑張れてると思います。まず初日のメンバーを見ていかがですか。そうですね、茨城の若手が2人いるんで、彼らに任せていきたいと思います。今回特選スタートになりました。もちろんこう優勝狙っていきますよね。いやいや、そんな気持ちはなくて、まあ一層一層あわよくば一着取れればいいなと思って頑張りたいです。前走が地元記念でしたがどうでしたか。そうですね、まあ、自分の力不足でなかなか連日難しいレースになってしまいましたね。まず初日の戦い方教えてください。和社さんがついてくれるみたいなので精一杯頑張りたいと思います。どんなレースが理想ですか。まあ、後方枯れないように、まあ、いけるところしっかりいけるように頑張りたいと思います。朝倉選手久しぶりの実戦になりますが怪我はどうですか。そうですね、まあ、この1ヶ月、まあ、練習はできてたと思うんで、まあ、あとはレース不安ありますけど頑張るだけです。初日のメンバーを見てどうですか。そうですね、まあ、しっかり、まあ、強いんで、自分が主導権握れるようにレース頑張りたいと思います。対戦相手阿武選手吉本選手といますけれどもそのあたりまた改めてどうでしょう。まあ、そうですね、明日は自分の力をしっかり出すだけだと思ってるんでしっかり精一杯頑張ります。近況1着も多いですし決勝も乗ってますけれどもご自身で調子どうですか。そうですね、最近は調子いいと思います。初日の戦い方教えてください。あと阿武さんの後ろで頑張ります。これまで連携は。あ、そうですね、最近もよく一緒に走ってます。まず初日どんな結果にしたいですか。まあ、そうですね、確定版には乗れるように頑張りたいと思います。ここ青森までは練習どうでしょうか。前回から中4日なんで、まあ、調整程度に、はい、まあ、いい意味で現状を維持してきたなと思います。まず初日ですが戦い方どうなりますか。はい、近畿1人なんですけど、神奈川の堀内君の後ろが空いてるということで番手行かせてもらいたいと思います。鷲田選手から見て堀内選手のイメージってどうでしょうか。すごいアグレッシブなレースをするイメージがあるんで多分4分戦になると思うので2人でかき回したいと思います。はい、近況の感じはどう感じてますか。そう、まあ、人の後ろが結構多いんでちょっとどんな感じかちょっと自分ではあんまりよく分かんないです。はい、この青森のイメージってどうですか。まあ、軽いイメージがあります。初日特選メンバーを見ていかがですか。まあ、久々の自力を出すメンバーかなと思ってますが。どんなレースが理想ですか。どうですか、まあ、出せるところで自力しっかり出していければいいかなと思いますけど。はい、インタビューご覧いただきましたが、勉さん、ね、どうでしたか。ね、はい、吉田勇気がいますんでね、はい、ここは田のライがそこをどういうふうに崩していくかなって感じがしますけどね。楽しみですね。まず、まずは今日ね、この特選でね、はいはい、この朝倉、山岸、神山、この動きが注目ですよね、明日以降に向けてのね。そうですね。では12レースがスタートします。実況でご覧ください。今シリーズは常紋小牧の杯としてレースが行われています。青森競輪の G3 第4回施設整備等協賛競輪開催初日の競争もいよいよ最終レースということになります。12レースは S 級初日の特選です。
指導メンバー9人がスタート地点に揃ってきています。1番から順を追って9選手をご紹介したいと思います。12レース初日の特選です。1番が徳島の阿竹聡です。2番が熊本の島田良次、3番茨城の山岸啓太、4番が栃木の神山雄一郎、5番が神奈川の堀内俊介、6番が茨城の朝倉智人、7番が香川の福島武史、8番が福井の鷲田浩二、そして9番が福岡の吉本拓司。以上9選手の対戦です。ライン小牧で4分線で分かれていきそうです。3番車山岸啓太です。木戸型としてシリーズ上位格ですが、今回は強力な同県の目標も揃っています。今回は初日から番手戦、抜け出したところが一番人気です。1番車阿竹聡です。今回中5日での実戦、落車明けということになります。持ち前の破壊力を発揮できるかどうか、点数は最上位の一戦です。メンバー全員結成、12レース初日の特選がスタートです。序盤の1取り、2番の島田良次、8番の鷲田浩二、追い込む勢2人がまずスタート動いて、5番の堀内俊介3番手、初手の1取りどうでしょうか。前の位置は九州ラインがトリオです。2番目の位置は5番の堀内俊介が抑えまして、8番の鷲田浩二が続きました。上がって9番の吉本拓司、1番の阿竹聡が5番手に続きまして、阿竹は後ろ中段のスタートになっていきます。控えたのが6番車の朝倉智人、現在7番手。関東3人は初手が後方待機となるようです。1周回目で4コーナーのカーブに入りました。ラインは細かく4つに分かれていますが、9番の吉本拓司が正攻法です。最近目標付きのレースで目立っていますが、ここ本領の自力勝負、9番の吉本、マークは2番の島田良次、九州2人が先頭2番手です。この後ろは5番車の堀内俊介、3番手のスタートになっています。前回は地元記念で結果を出せずだったんですが、今回の調子どうでしょうか。5番の堀内、初日の特選では今季3回とも確定を挙げています。マークは福井、8番の鷲田浩二がつけて、この2人が前中段3、4番手のスタートです。1番の阿竹聡は後ろ中段5番手のスタート、マークは7番の福島武史です。福島予選は連勝中なんですが、今回特選スタート、コースをつく差し足、魅力は十分になります。四国の2人が中段で、6番の朝倉智人、さらに後ろ7番手のスタートになっています。こちら2月の高知記念で落車、その後は欠場期間があって、今回は復帰戦になります。ここはライン3車しっかり動いて手応えをつかむかどうか。乗っていく様の山岸啓太が抜け出したところが1番人気、さらに4番の神山雄一郎と伊庭として3人揃って後方待機になっています。残り2周半の地点を通過しました。9番の吉本拓司が前受け、5番の堀内俊介が初手は3番手、5番手から1番の阿竹から行きました。さあ阿竹が動いて位置を取るという状況です。5番の堀内も反応しました。まずは1取りの勝負、5番の堀内と1番の阿竹、5番の堀内が前で待ち構えて体勢を取っています。赤番の1コーナー先頭は5番車の堀内俊介、9番の吉本控えて3番手ですが、さあ一気に行って6番車の朝倉智人、叩いて先行体勢に入っていきます。さあ山岸啓太、4番の神山雄一郎、ラインの3人がそっくりで切りました。前々しっかり足を使って、5番の堀内俊介中段の4番手を確保しました。後方になった1番の阿竹も仕掛けて、レースは最終周回です。先頭は6番車の朝倉智人、早めにまくり上げて1番の阿竹、さあ8番だからロングまくり、さあ力強く全体に迫っていきますが、さまな山岸が見ています。2コーナーからバック、さあ合わせる感じで、さまな山岸啓太2コーナーから番手まくりです。1番の阿竹が合わせました。3番の山岸啓太、続いて4番の神山雄一郎、あとは9番の吉本拓司が、さあ今週のまくり2番手から前段を変わって、さあ越えてくるか、直線コース、先頭は3番山岸啓太、まくり捉えました。9番車吉本拓司、2番島田とワンツーでゴール、九州の2人でした。12レース初日の特選、勝ったのは9番の吉本拓司。今日はスタート前受け、徹底的に足を貯めて一撃の勝負にかけた感じになりました。3番山岸が番手まくりだったんですが、その上を越えてきました9番の吉本拓司、2番の島田が続いて九州ワンツーのゴールでした。決定までもう少しお待ちいただきたいと思います。画面ではリプレイです。5番の堀内と1番の阿竹が一度り動いて、これ6番の朝倉が叩いて先行でした。3番の山岸の番手まくりだったんですが、溜めて回りました9番の吉本拓司の一発が決まっています。スーパースローでゴール前の体勢です。9番の吉本拓司、渾身のまくり、初日の特選を解消、マークした2番島田良次が2着、
三着は番手まくり打った様の山岸啓太となっています。決定までもう少しお待ちください。12レース初日の特選でした。12レース特選競争をご覧いただきました。9番の吉本選手、2番島田選手、あとは3番の山岸選手の順のようですが、ここは吉本選手のまくりが飛んできましたね。そうですね、まずレースを動かしたのが阿竹で、ホーム手前8番手からかましていって、はい、山岸が外を張りながらも結構アタケのスピードが良かったんでね、バックで一瞬でかかったので、もう早めにね出るような形になった山岸でしたよね。はい、決定1着9番、2着2番、3着3番。お客様に青森競輪第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。1着9番、2着2番、3着3番、枠番2連勝複式26,560円、枠番2連勝単式62,2700円、車番2連勝複式2番9番1580円、車番2連勝単式9番2番2310円、3連勝複式2番3番9番2010円、3連勝単式9番2番3番7580円、ワイド2番9番620円、3番9番310円、2番3番660円。以上でございました。それでは最終12レースを振り返ります。叩いて、はい、赤番で堀内が1回前に出ていったところを、そこをジャンですんなり先行できたのがやっぱりここ朝倉でしたね。はい、後方に置かれた畠は8番手からもうかまし、くり上げてくるという形になりましたけども、番手にいた山岸がもう張るんですけど、畠のスピードがよくバックで行くスピードだったのでね、ちょっと早めに山岸が出るような形になって前がちょっと混戦状態になったとこ、またバック8番手ぐらいにいった次は吉本がまくり上げてきて、その上を前段を飲み込んでいったということで、そこは吉本のまくり、それに追走の島田が九州勢のワンツーが決まり、番手から出た山岸が3着に粘ったという形になりましたね。はい、最後は九州両者ということになりましたが、吉本選手、島田選手と、はい、まっくり強かったですね。前田がちょっと混戦気味になって、まっくりいった阿竹が、結構粘ってたんでね、前が短くなった分、まあ吉本もまっくりもあったと思うんですけど、でも番手いったね、山岸も縦足ある中での番手からいった中でをその外をまくったということで、この吉本の今日のまくりは価値あるまくり、ちょっと明日以降もここはねちょっと狙っていきたいなって感じになってきますよね、これはね。そうですね、12レースですが、結果ご覧の通りで、1着が9番吉本拓司、2着2番の島田良司、3着は3番山岸啓太でした。2車単が92で2310円、3連単923、7580円、その他はご覧の通りです。はい、ということでお届けしていきましたが、吉本拓司選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。一気にまくっていきましたけど、スピード良かったですね。いやもう特に何もあんま覚えてないです、はい、ラインでワンツーでしたね。そうですね、まあ良かったです、はい、一走してみていかがですか。まあ一着取れてるんでいいと思います。はい、それではファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ勝ち上がれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、12レース1着でした吉本拓司選手です。ありがとうございました。ありがとうございました。吉本選手のインタビューをご覧いただきました。